一座、他方はございますが、ただいまより名古屋座挨拶口上を申し上げ立てまつりまする。従いまして、この度名古屋座オープンウィークこけら先行発売会を催しましたるところ、各門にぎにぎしくお見物の皆様、お集まりくださいまして厚く御礼申し上げ立てまつりまする。この名古屋座、まだまだ未完成ではございますが、お目もだるきところは袖や袂で幾重にもお隠しあってお見受けいただきますようよろしくお願い申し上げ立てまつりまする。あと幾日ほどでこけらが落ちますこの名古屋座、催したるものはまさに極上の歌舞伎エンターテインメント、そう名古屋歌舞伎でございます。この名古屋歌舞伎、いかほどのものかご説明申し上げ立てまつりまする。それは天と地の境がまだ曖昧であった古、恐ろしい太陽ヤマタノオロチが突如足原の中津国に現れ大暴れいたしまする。それを分かった神々たちがヤマタノオロチを退治するという、この古来より伝わる神話を名古屋座流歌舞伎エンターテインメント名古屋歌舞伎にいたしました。この演目を相務めまするは我ら名古屋三三郎一座。我り名古屋の城のもと巻いておりたが遠藤寺、三座の兄貴に拾われて危ねえ道こそ外れはしたが、気づいた時には番頭の大きな博打に乗せられりゃ、誰が呼んだか知らねえが一座切手の三枚目名乗りを上げるわ。名古屋朝ペーター。さてその次は名古屋座の濡れ事した俺のこと、得意の扇を広げては大阪一の踊り手と名古屋の神田に届かれてやってきたのが、日の元の西から東のど真ん中、一旗あげるにはちょうどいい、名乗りを上げるわ名古屋三之助。くだらんことに興味はねえ、つまらんやつにも興味はねえ、天下御免の大勝負、そいつの先には遠藤寺しょって立つ気はねえけれど、誰もやらねえご時世でお先真っ暗平成の明かりを灯さこの一座、名乗りを上げるわ名古屋三座。明けて皆々様方にお願い申し上げ立てまつりまするは、役者並びに裏方一同未熟者ではござりまするが、何卒ごひいきお引き立てのほど明日から